はい、おはようございます。じゃあ今日はアイハーブが届いたので、赤ちゃんのアイハーブ用品をご紹介します。つかみ食べの練習になりそうなおやつです。ストロベリーとビートルートの味どうですか、リッツ。これでちょっと遊んでて。はい、でこれがいつもリッツが食べてる朝ごはんです。めちゃめちゃ簡単にできるのですっごくおすすめです。これを3つも買っちゃいました。ストロベリーとバナナの味を買ってて、これ初めて買った。リンゴとブルーベリー味初めて買いました。リッツの大好きな朝ごはんです。はい、あ、でこれはちょっと赤ちゃん用品じゃないんですけど、ビーガンのダークチョコレートチップで、私が好きで買ってます。で、あと残りはこれだね。残りはこれ一つ、リッツがいつもお風呂上がりとかに塗ってるベレダのカレンデュラベリビーオイルです。はい、じゃあちょっとリッツ今お腹空いててずっと切らしてたこれを使って簡単な朝ごはんを作りたいと思います。はい、お腹空いたね。すぐ作ってくるからね、ちょっと待ってね。はいはいはい。はい、じゃあ急いで作ります。じゃあまずこれを、はいはい、リッツがお腹空いてる。これを多めに3杯入れます。で、これが人参フレーク。ちぎりながら入れます。はいはい、お腹すいたね、ちょっと待ってね。Mama, mama, mama.
んな感じで混ざったらヨーグルトを出来上がりました。はい、じゃあすぐに揚げたいと思います。